ヌエバグラナダ副王領は、スペインが中南米の植民地下の間に作った副王領の一つである。以前はヌエバグラナダ王国。1717 17年5月27日に初めてこの名前で創設され、その後1723年に一時廃止。1739年に再び創設された。現在のコロンビア、パナマ、エクアドル、ベネズエラを含み、 その首都はサンタフェに置かれた。ブルボン王朝の植民地の行政改革の一環として、また、カリブ海でのイギリスの活動に対する防備の強化を目的として、ペルー副王領の領地から分割され、18世紀には商業上の重要性を増し、人口も増大した。その後の商業と政治の改革、植民地産品の欧州の需要に伴い、繁栄の時代を迎えるが、 ペニンスラールと中流上流階級のクレオーリョの関係は分裂し悪化した。副王領は1810年領域の多くでスペイン人の管理が排斥され崩壊し始めた。当初新政府はスペインの君主に忠誠を誓ったが翌年からそれぞれ独立を宣言し始めた。一連の内戦により1814年から1816年の スペインによるヌエバ・グラナダ諸州連合の一時的な再征服を導き、1823年にスペイン支配から解放された。ヌエバ・グラナダ共和国という名前は1830年から1835年の間コロンビアによって採択された。ありがとうございます。